モスクワ州コロムナという場所に、ウクライナ軍のドローンが墜落。標的はおそらく民間インフラのガス施設だったとのことだ。地図を見ると、ウクライナの首都キーウからの距離は 650km 近くもあるようね。その一方でこれまでにウクライナ軍の攻撃でモスクワに近づいたものとしては、過去最短のものだったみたいね。モスクワ中心部からはおよそ 100km、ただし今回のドローンは偵察用のドローンだったようだな。大きな攻撃ではないものの、また2月末に入ってロシア本国に対する攻撃が過熱化したという印象だ。ウクライナ東部戦線ではバフムートを中心に、激しい攻勢が行われているようですけど、その分ロシア本土の防空体制はおろそかになってるって感じですかね。その可能性は高いな。ウクライナ軍側でロシアの目を様々な方向に分散させようという、何かしらの戦略が始まった可能性を感じてしまうな。ということで今回は、ロシア防空網は欠陥か、ロシア本土で相次ぐウクライナのドローン攻撃と題し、2月末近辺でウクライナ軍によって行われたものと思われるロシア本国への攻撃的な行動を見てみよう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などがあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。それでは、2月末近辺のロシア本土の被害状況について話そう。まずは、プアクセ及びアディゲ共和国だ。ロシア国防省は28日に、クラスノダール地方プアクセとアディゲ共和国において、ウクライナのドローンを撃墜したと発表した。ロシア領クラスノダールのプアクセは地理的には、ノボロシスクとソチの中間に位置する、黒海沿岸の地域だな。そこのプアクセ製油所の建物が、ドローン攻撃によって炎上したものの、約1時間で鎮火されたとのことだ。製油所が攻撃されたらもっとひどい被害になってもおかしくなさそうだけど、なんとか食い止めたのかしらね。うむ、どうやら貯蔵タンクは無事で、ボイラー室がある建物が被害に遭ったみたいだな。また、アディゲ共和国ギアギンスキー地区のビ村には、飛行機かドローンか、謎の飛行物体が落ちてきたようだ。この落下した飛行物体の残骸を確認する限り、そこにはジェットエンジンの存在が確認できる。おそらくはウクライナ軍が改造した旧ソ連製の偵察機、ツポレフ141ストリーシュ無人機と思われるんだ。この兵器は2022年12月以降、何度もロシア国内に飛来し爆発を起こしていることが確認されているからな。とはいえ、これまでも似たような攻撃があったから今回も問題ないってわけでは、もちろんないですよね。うむ、これらの攻撃がロシア軍に与えた影響は、確かに被害としてはかなり少ないだろうが、今回のポイントは、襲撃地点がウクライナの最前線から 450km 以上も遠くにあるということなんだ。確かに長距離の攻撃は脅威でしょうけど、具体的にはどんな意味があるの？端的に言えば、ロシア本土の防空網が対応しきれていないように思えるということだな。様々な兵器をウクライナの前線に移動させているがゆえ、国内の防空網はかなり脆弱になりつつある。プアクセの石油施設を攻撃したドローンについては、これが何だったのか正確には不明だが、冒頭で話したモスクワ近郊のコロムナに落ちたドローンは、正体が判明しているようだ。その見た目から、ウクライナの企業によって開発された UJ-22 みたいだな。このドローンは遠隔操作では半径 100km の範囲しか行動はできないんだが、プログラムされた自律運行ならば、片道 800km の運用が可能になる機体だ。ふむ、作戦が確立した上で長距離の自律運行させれば、かなり使い道がありそうね。ちなみにロシア軍側はこのドローンの目的を、民間インフラへの攻撃だと発表したみたいだが、そもそも偵察用のドローンだから、攻撃のために利用された可能性はかなり低そうだ。首都モスクワ付近を観測するのが純粋な目的だったようにも思えるが、その理由は不明のままだな。観測用ドローンが迎撃された報告もあれば謎のドローンによって攻撃を受けた地域もある。混沌としてますね。偵察用ってことは、単純にロシアの目を撹乱させるって意図が主目的の可能性もありますね。ロシアへの攻撃はこれだけではない。他にもロシア第二の都市サンクトペテルブルクで28日、未確認飛行物体が上空を飛んでいたとのことで、空港での離着陸などが一時的に停止され周辺の空域が閉鎖されるという騒動が発生したそうだ。それって直接の被害がなくとも、なかなかの影響よね。その未確認飛行物体の正体は判明したの？
このサンクトペテルブルグに現れた未確認飛行物体だが、3月1日時点では正体がはっきりとわかっていない。ロシア側も正式にコメントを出しておらず、結局問題の飛行物体も確認されなかったとの報告もあるようだ。空域閉鎖という大きな混乱は起きたものの、攻撃による被害もなければ撃墜報告もないため、この事件には色々不可解な点が残るという印象だな。ふむ、ウクライナ軍による偵察って話なら一番シンプルだけど、それ以外ならもっと複雑な話になるわね。他国の介入、あるいは国内の反戦派、パルチザンの可能性もあるかしら。国内には各所で破壊工作を続けている、自由ロシア軍なんて組織もあるようですし、そうだな。ただしその場合は、何らかの声明があっても良さそうな気もする。そういう点ではウクライナ側からの攻撃、あるいは偵察の可能性が高そうだな。正直、現時点では詳細は不明としか言えないところだ。いずれにせよ、ロシア国内におけるウクライナ側の飛行物体の活動が活発になっていると、ロシアの独立系メディアは、他にも国内の複数の地域で無人機が発見されたと報告しており、28日中にいともようとも不明なドローンの飛来、そして無人機による軍事インフラへの攻撃が行われたようだ。ここまで来ると、もはやロシア全域に対する攻撃が始まったと言えなくもないですね。とはいえ、各地の被害は少ないし、あまり大きな攻撃を意図したものにも思えない。となると、将来的な攻撃を行うための偵察、あるいは防空網のチェックという可能性が妥当だと思われるな。だからこそ今回はドローンばかりってことですね。うむ、特にドローンは低速、低空で飛来するにもかかわらず、索敵されにくいという長所があるからな。旧式のレーダーは小型のドローンなどの存在を観測することを前提に開発されていない。このような理由からも、ロシア軍の防空網がうまく機能していないのではないかと思われるわけだ。この点は以前、北朝鮮のドローンが韓国に侵入し、韓国側は完全に後手に回ったことに通ずるところがある。ああ、そんな話ありましたね。北朝鮮のドローン4機が韓国の上空、なんなら首都上空に侵入してきたけど、鳥と間違えたりとかで全然撃墜できなかったっていう。これはロシアや韓国だけでなく、おそらく世界的にドローンの認知が難しいという話だな。この点を踏まえると、サンクトペテルブルグの未確認飛行物体がもしドローンだったとしても、よほど最新のレーダーでもない限りは、鳥か何かと勘違いしてしまっていた可能性も高いだろう。だからこそドローンらしきものを発見して気をつかれて、すぐに空域閉鎖を行ったってこともあり得るのかもね。結局、これらの情報が示唆しているのは、ロシア軍は首都近辺の防空網も十分には整っていないということだ。つまりウクライナ軍が相応の攻撃力さえ有していれば、ロシア本土の兵站拠点も破壊することが可能なはずだ。実際、ウクライナ軍の長距離攻撃はロシア側も非常に警戒していることが知られている。これまでも散々苦しめられてきたでしょうからね。では、これらの脅威にどうロシア軍は対応しているのか、次にロシア側の対応を見てみよう。以前、ベラルーシではパルチザンの攻撃で超貴重な兵器、A50 に襲撃があったなんて話があったが、一連の攻撃で、ロシア軍は防空システムに改革を行う必要に迫られていることが判明している。例えばロシアの防空に関する指揮が、地上軍からスロビキン将軍が率いる航空宇宙軍に、突然移されたことがその一つだな。ここからも抜本的に防空体制の改革を進めようとしていることが伺える。そしてスロビキン参加となったモスクワ地区防空ミサイル部隊のセルゲイ・ハチレフ大佐は、具体的にウクライナに近いロシア本土の防空力の強化に努めていると伝えられている。彼はウクライナと NATO からの脅威をカバーするためには今のに、3倍の防空システムが必要であり、現在、多数の S-400 対空ミサイルシステムが国境に移動したと発言している。ふむ、まあ対抗策としてはあり得るのかもだけど、そもそもそんな余力があったのか、というのが疑問ね。さらにハチレフ大佐は、兵器運用上の改善点も挙げている。S-300 や S-400、ブークなど全ての大型対空ミサイル兵器に、パンティール対空ミサイルの乗組員なども共に配置して、ドローンに対して低高度近距離で機能できるようにする必要があるとのことだ。つまりはこれまでの対空兵器単独ではなく、共に近距離低高度の対空兵器も合わせる必要があると？うむ、次にその点を掘り下げよう。ここでパンティールという言葉が出てきたが、これはロシアで開発された近距離対空防御システムだ。同じく先ほどの話でも出てきた長距離対空兵器の S-300 や S-400 では、現在多発しているドローンの襲撃への対応などには向かない。そのためこれを近距離対空防御システムで対応しようということだな。これまであまりその活躍を聞いたことのない兵器のような気がするけど、実際のところどうなの？どれほど活躍してきたかは不明だが、実際の重要地点で運用されていることは事実のようだ。
例えば、モスクワ市内の内務省ビルの屋上にパンツィールが設置されていることが報告されている。また2月21日にプーチンが演説したスタジアムの近くにも、パンツィール防空システムの設置が確認されている。他にもノブゴロド州にあるプーチンの郊外別邸周辺にも設置が報告されているみたいだが、総じてモスクワ近辺の主要施設をガチガチに固めたという構図のようだな。まあ、モスクワが落とされたら終わりなのはわかるけど、他の地域はどうするつもりなんですかね。それを裏返せば、重要地域に集中させたがるほど、パンティールの有効性を信頼しているとも取れる。実際、ロシア側ではこのパンティールに関して、すでにハイマースミサイルへの対処法を習得している。これらのミサイルを破壊するために、車両は特別に再チューニングされている。なんて報道されているな。とはいえ、さすがにこれは誇張した報道と思われるな。あくまでパンティールは近距離対空システムだから、ドローン対象目的としているはずだからだ。まあ、そのあたりはいつものロシア軍ですからね。これまでロシアはハイマースに一方的にやられているって印象を拭いきれないまま、それへの有効な対抗策を見つけたと思えるような戦果報告を聞いたことない気がするし、現に今ドローンの脅威にさらされている以上、パンティールが肝心の近距離対空にどれほど有効なのか、その点にも疑問が生じかねない状況と言える。前の動画で紹介したクリミア半島への砲撃に関して、ロシア軍はドローンの迎撃になんとか成功しているけど、長距離精密射撃のハイマースに関しては防ぐ術がないって話をしてたのよね。そうなると今ドローンに悩まされているロシア本土って、要塞化したクリミア半島以下の防空網ってことじゃ。それは否定できないかもしれん。クリミア半島は今最もウクライナ軍に狙われやすい地域の一つだから、応じて守りが固くなるのは確かだろう。だからこそ今、より防空が薄そうなロシア本土に狙いを定めたのでは？なんて推測もしたくなるな。あるいはロシア側がそのように推測することも含めての陽動なのか。結局、今回の一連の事件にはまだ一部曖昧なところが残るものの、戦況に一定の影響を与えたのは間違いない。ウクライナ軍によるものと思われるロシア本土への攻撃、あるいは偵察によって、確実にロシアは国内への攻撃を警戒しているだろう。ウクライナ軍はロシア本土を狙うのか、あるいはこれらの攻撃は欺瞞作戦なのか、今後の動きに注目だな。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていくので、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。